グライフは第一次世界大戦時のドイツの仮想巡洋艦。左がグライフ。右のはアルカンタラ1914年7月29日浸水。1916年初めに徴用され仮想巡洋艦に改装された。1916年2月25日グライフはハンブルクへ向けてキールを離れた。グライフの出港はイギリス側に察知され、 2月29日にイギリス仮想巡洋艦アルカンタラとアンデスに捕捉された。はじめはノルウェー戦のふりをしていたグライフだが9時40分に砲撃を開始、アルカンタラとの砲戦となった。さらにアンデスもグライフに対して砲撃を行った。戦闘中グライフは魚雷も発射し、一本目は命中したものと思われる。イギリス仮想巡洋艦2隻からの砲撃を受けた。 グライフの砲撃は10時18分に停止。一方、アルカンタラも11時2分に沈没した。11時15分頃に、イギリス C 級警巡洋艦光マスと M 級駆逐艦ミュンスターが現場に到着。コムスが乗員の退艦後も浮いていたグライフの始末に向かい、グライフは13時1分に沈んだ。グライフ乗員は120人がアンデスとミュンスターにより、 救助された。ありがとうございます。